皆さんこんにちは、アイロンです。自分はですね、ただいまバーチルゲームを難易度レジェンダリーダークナイトでアップしてるんですけども、バーチルゲームがですねちょっと残念なことにストーリー部分が全カット状態だったんですね。で、無事にバーチルゲームをクリアしたということもありまして、同時にネロダンテ編をねせっかくなんで日本語吹き替え音声でアップしていこうかなと思います。で、DMC4 はですね、今まで主人公だったダンテからネロという新しい主人公へと世代交代をするという結構重要なポジションの作品で、で、ストーリー部分がですね、非常に熱いので、これはぜひ楽しんでいただけると幸いです。で、世代交代というとカプコンのね、バイオハザード、あっちもですね、クリスやレオンがもうアラフォー世代で、ジェイクという新しい主人公が出てきたりと、あちらもね、なかなか目が離せないという状況ですね。で、話は変わってしまったんですが、バージュの挙動だったり、あとはレジェンダリーダークナイトの敵の量が知りたいという方は、自分がですね、アップしているバージルゲームの方の動画をご覧いただければと思います。ではね、早速始めていきましょう。DMC4SE ネロ編。でですね、難易度なんですけども、ダンテマスト台でいいかな。一応ね、これ有料コンテンツ、150円の有料コンテンツを買って、すべてのモードをアンロックしておきました。で、レジェンダリーダークナイトはバージルさんで全部やったので、ダンテマストダイで行きましょう。コスチューム選択してください。こっちで行きましょう。プロトタイプ。キリエのライブにまだネロは到着してない。
今より2000年前のことだ。伝説の魔剣士スパーダは悪魔でありながら人を愛し、自ら剣を手に取り我らのために戦ってくださった。しかし人々はスパーダの払った犠牲に対して感謝を忘れ、今や堕落の極みにあると言っても。スパーダってのはダンテの父ちゃんですね。もし今この時にあの忌まわしき悪魔たちが蘇り、恐ろしい時代が再び訪れることになれば、我らか弱き人間が神の救いもなく、一体どうして悪魔たちに抗うことなどできよう。だからこそ心を合わせ祈るのだ。混沌が訪れても我らの神が再び我ら人間を救いたもうことを信じ、神に祈りを捧げるのだ。さあ祈りを。ネロ、どうしたの？俺帰るよ。まだお祈りが。眠っちまいそうで聞いてらんねえよ。右腕が。逃げろ、早く応援を連れてくる。それまで死ぬなよ。当てにしてねえさ。
お前が誰かは知らねえがな。そのニヤケ面ムカつくぜ。さあ、まずはミッション1、謎の暗殺者を撃て。でですね、パワーアップなんですけども、これね、ありがたいことにバージルゲームで獲得したレッドオーブとプラウドソウル、これがですね、全部引き継ぎが可能になってました。なのでスキルの類はね、もう全部買ってあります。あとアイテムのブルーオーブ、これもね、全部買ってあります。これはありがたいですね。まあ、なんでいずれかのキャラクターでゲームを1回遊んだら、他のキャラクターも同様に強化されると。この仕様は非常にありがたいですね。で、まずはチュートリアル、通常移動。で、遠距離攻撃四角なんですが、ネロ君をですね、フルパワーというか、能力をフルに使うには、この遠距離攻撃をね、R2 に設定してあげないといけません。なんでかっていうと、剣で切ってる最中に R2 で、チャージショットを貯めるっていうことが可能になるからです。で、ジャンプは X じゃなくて×ボタン。この椅子を壊して、さあオーブを回収しながら、次サイドロール、地上で R1 をしながら左スティック横方向プラス×ボタン、これも壊して、ネロの声優さんは自分はね、存じ上げなかったんですけど、石川海人さんという方が担当されています。で、ダンテはみんな大好き森川俊之さん。勝負と行こうぜ、おっさん。さあ、そしたら、レッドクイーンコンボ、地上で三角ボタンの連打。これね、これで OK。 で、次ハイローラー、ロックオンしながら左スティック後方プラス三角ボタン、敵を打ち上げる逆手蹴り、これね、これを3回決めていきます。おいでおいでしてるんで、遠慮なく切っていく。さあ、そうしたらバスター、敵の近くで丸ボタン、これを使うと悪魔の右腕を使うことができます。これね、なんか日本語の音声だけちょっと音量がね、ちっちゃいんですよね。音量マックスにしていてもちょっとなんか聞こえにくい、これちょっと残念ね。
まだ遊び足りねえか？もうちょっとだけ遊んでみるか。元気だな、おっさん。いいぜ。ここまで来りゃとことんやってやるよ。そいつは楽しみだ。さあ、そしたら、ダンテ戦ですね。まずはこの段階からもうチャージショットは使える。で、このオーブをね、回収していかないと、オーブの回収率に響くんで、これがめんどい。そう、チャージショットレベル3をこういう風に切りながら貯められるんですね。 R2 に設定しておくと。まだあれか、こっちに引き寄せるあれはできないのか。ダンテマスト台だと最初からあんな技をね、使ってくるんですね。そいつらとはちょっと違うみたいだがな。どういう意味だ？説明してやりたいところだが、俺も忙しくてね。待て！あばよ、坊主。さあ、でですね、とりあえずこれでミッション1がクリアと。ほぼまあやれることがなかったんですけども。
人じゃ重かったろ。なんてことないわよ。この剣が必要なんでしょ。はあ、これさえあれば奴とも余裕で戦える。奴はどっちに逃げたって？フォルトゥナ城だ。人を殺しまくった後で観光とはのんきなもんだ。冗談を言っている場合か。必ず奴を捕らえろ。分かってる。怒鳴るなよ。気をつけて。怪我もまだ治ってないんだから。あのなキリエ、今は分かった。無茶はしない。私は本部に戻る。掃除を始めるか。さあ、これからね、物語が始まるというかなりいい感じのところなんですけども、キリがいいので一旦今回ね、ここで終わりにして、また次回に続けていこうと思います。あとですね、ちょっと調べてみたんですけども、先ほどのミッション1ですね、ある程度物語を進めて、で、例えばデビルトリガーだったり、あとは悪魔の右腕で敵をね、近くに引き寄せる能力っていうものをアンロックした状態でまた挑んであげないと、特にスタイリッシュポイントはね、 S ランクを取るのがほぼ不可能っていう話だったんで、ある程度ね、強くしてからまた挑んで、で、S ランクをね、まあ、できれば取ろうというふうに思っております。なんかね、こうスキルを買っただけじゃダメなんですね。物語を進めて、で、アイテムを入手して、で、そこで初めて使えるという状態になってるみたいですね。はい。
で今回もですね、いつものように再生リストを一つ作って、でそこに全部ね動画をアップしておきますので、皆さんがお暇な時に見ていただけると嬉しいです。はい、ではね、また次回ミッション2でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。